めっちゃ気持ちいいんですけど、快晴でちょっと肌寒いですね。5度しかないです。結構寒いということで、今現在時刻が1時過ぎくらいかな。気温が11度まで上がりました。まあ気温は低いんですけど、この日差しが結構あるんでめちゃくちゃ暖かい。完全な雲一つない快晴なんですけど、この太陽に向かって歩いてると眩しすぎて何も見えない。そしてこの地味にこのタイルに反射してくるやつも眩しいから、なんかこう上下どこ見ても眩しいっていう。そう、ということで動画で言ったか忘れましたけど、3週連続になりますが、また今日地元に帰る予定になってます。先週同様、山形に住んでる友人が車で送ってくれるそうなので、山形まで電車で行くっていう、そういうスケジュールに一応なってますが、まあ、ちょっと今のうち後でバタバタしないようにチケットを買っとこうかなと思います。なんかね、その山形に行く電車のチケットが片道1170円かなするんですけど、なんか往復で買うと1500ちょっとだった記憶があるんですよ。だからこの前往復で買った方が良かったじゃんみたいなこと言った記憶があるんですよね。500円以上お得じゃんって。まあとりあえず今のうちチケット買っておきますか。そう、普通に買うと、片道で買うと1170円なんだけど、いくらで買えるんだったっけかな。ボタンを押してください。2枚発券いたします。しばらくお待ちください。枚数をお確かめください。踊り忘れに処理中です。往復切符だと1560円でしたね。なんとね、今計算してみたら780円もお得っていう。片道切符いちいち買うより、このダブル切符を買うと780円もお得っていう。すごい、高速バスの日じゃないですね。すごい。そしてしかも片道の切符と比べても500円ちょっとぐらいしか高くないんですよ。500円も高くないか、400何歩ぐらいのプラス料金で買えるんで、だからどっちか片道はもうなんか400円ぐらいで乗れるみたいな、そんぐらいのめっちゃお得。でもやっぱ日陰に入るとぐんと涼しくなりますね。やっぱだから気温自体は低いんですよ。だからもう日没、日が隠れた瞬間もう一気に寒くなるんで、もうそれが注意点ですよね。あったかいと思って外に出たら一気に寒くなるっていう。無印によりますわ。なんかここ式典の準備かなんかしてそうな雰囲気ありますね。家族が無印のバームクーヘンを食べたいって言ってたんだけど、前回も前々回も買ってくの忘れたから、今回は買ってこう。そう、まだこれからまた地元に、ね、帰るんですけど、いつも地元に帰るときはローラーがついてるキャリーケース、あれをね持ってってて、キャリーケースとこのバックパックの2大体制で行ってるんですけれども、今回はなんとこのバックパックだけで行こうかなと思います。やっぱあれがあるとね、やっぱりその重いものを楽に運べるっていう利点はあるんですけれども、やっぱちょっと身軽さがねちょっとあれなんですよね。どっかに置いとくにもなんかコインロッカーとか使わないといけなかったりとか、やっぱその転がしてる時にうるさかったりとか、まあそもそもでかかったりとかするんで、なんでこれ一つの方がかなりね身軽さはあるんじゃないかと思うんですけれども、やっぱり荷物は最小限にしないとここには収まらないんで、結構今回工夫したんですよね。今回ですね、どんな感じでやってるかっていうと、まあこのメインのポケットにはまあここになんかなんだろうな、石鹸とか保水液類がなんかね、なんだっけ、コレオララを入れる、なんか入れるのにちょうどいい大きさのポーチみたいなのを無印で見つけたんですけれども、どうやら売り切れてて買えなくて、またこのジップロックで持ってかないといけなくなっちゃったんですけど、多分ポーチに入れた方がやっぱ形がしっかりするから、まあもっと荷物がこう減るというかすっきりすると思うんですけれども、あと今学校に行ってきたんで筆箱があったりとか、あとマイクがあったりとか、あとこのバームクーヘンは家族にあげるためのやつで、でこの下、この化粧品とかが入ってる真下に衣服が入ってます。
で、今回着替えに関してはこのデニムはこれずっと1本でいきたいと思います。なんかデニムってなんか調べてみたら1週間ぐらい穴なくてもなんか衛生的らしいので、デニムはもうずっとこれ1本でいこうと思います。で、ロンティーが何枚か入ってて、この下にパンツとか入ってますね。で、靴下が何足か入ってます。基本的に自分はシャツを着ない派なので、そのままこのロンティーを着て、で、この羽織るやつ、このパーカーかなを上に羽織ってっていう。だからこのデニムとパーカーは変えずに、下着と、ロンティーだけ変えるっていうスタイルにすると結構着替えの量が減りますね。まあ夏とか真夏とかになるとこの量でまた済むかはちょっとわかんないですけれども、まあこの季節だったらまあいけるでしょうみたいな感じで言ってますね。はい。で、結構エリア分けをこのメインのこのメインの部分、ここら辺でこう区切られてて、で、この筆箱とかこのマイク一応持ってるんですけど、この下あたりにはこの自撮り棒ですね。このスマホつける自撮り棒とか、あとここにガジェットポーチがこんな感じで入ってたりしますね。荷物はほんとこれだけかな。ていうかこのバックパックのいいところが、なんか普通バックパックってなんかなんて言うんでしょうね、上側が丸くなっててみたいな、そういう形のが多いんですけど、これ完全に四角なんですよ。わかりますかね、上の部分も、これノースペースのやつなんですけど、ここもこんな感じで四角になってて、だから完全に四角なんですよね、これ。普通バックパックってこんな感じで、アーチ状になってたりとかするじゃないですか。でもこれ四角いから、こんな感じで、キワキワまで物が入れられるっていう利点があるんですよね。アーチ状になってると、今ここね、マイクとか筆箱とか入ってる部分には、物入れられないわけじゃないですか。でも四角くなってるおかげで、それが可能になってるっていうので。このメインのポケットをここら辺で区切って、こっち側に衣類とか石鹸類を入れて、こっち側にこのガジェットポーチであるとか、筆箱とかマイクとか、あとこの自撮り棒とかを入れるっていう。で、この縦に入れるっていうスタイル。横に置くと意外と面積取るじゃないですか、こういうの。でもこう縦入れにすることによって、結構このバックパック縦もね、あるんで、こんな感じで縦に入れることによって、めっちゃ収まりがいいっていう。で、この、PC を入れるポケットのところに、まあ、PC、MacBook とか iPad とかが入ってるっていうような頃ですね。結構ここら辺詰め込みすぎちゃうと、ここ、MacBook とかになんか結構、ここがギチギチになっちゃって結構、負荷がかかるかなと思ったんで、こう見て意外にこれ余裕あるんですよ、こうやって。あんまりここに圧力かかると画面とか割れそうなので怖いんですけれども、意外にほら、手がこうやって入れられるぐらい余裕はあるので、圧力とかはかかってないと思うんですよね。まあ、そんな感じ。で、常日頃使うイヤホンとかそういうスマホスタンドとかはここに入れてます。そんな感じで、ここのフロントのポケットに財布を入れてます。そんな感じですね。ちょっとこれあまりパンパンに出ると、このバックパックドリンクホルダーが使えなくなってしまうっていうデメリットあるんですけど、まあドリンクはまあこの中なんか入れとけばいいかなっていう感じですね。で、重さ的にはある程度はちょっと重いんですけど、なんかでもね、背負ってると全然そこそこ気にならないタイプの気にならないレベルなんですよね。背負う時とか下ろす時に若干重さを感じるぐらいで、別になんか昼とかもこれ背負って1時間ぐらい歩いてたんですけれども、別に苦だとは思わなかったですね。別に汗も別にかかなかったし、肩も痛くならなかったし、まあ、別にこのぐらいの重さならいけるんじゃないかなと思いますね。冬場とかはやっぱね、着替えの量が少なくて済むんでこれでいいんですけれども、やっぱ夏場になったりとか、もう少し長期的な滞在になったりすると、やっぱキャリーケースは外せないのかなってなってくるんですけれども、まあまだちょっとこっから荷物また軽量化というか荷物減らせるかにもよりますけど、まあでもいいんじゃないでしょうか。なんかノースペース以外にもなんかアディダスとかチャンピオンとかでこういうなんか四角いバックパックあるじゃないですか。やっぱそういうのが結構なんか基本的に自分の中に出るものが四角いものが多いっていうのもあると思うんですけれども、やっぱ四角いものは四角いものに入れた方が積載力っていうか収納力があります。めっちゃいい。今中身お見せしたと思うんですけど、言うて大半が衣類だから、そんなになんか結構ギチギチに詰まってるけど、あんまり重さは感じないですよね。
そうだそうだ、もう一つ言うの忘れてたけど、あの外付けのキーボードとかマウスとか前持ってってたんですけど、それもやめました。もうノート PC だけで、トラックパッドも持たずにノート PC 単体でやることにしました。正直ね、持ってってもあんま使わなかったんですよ、正直。なんでいらないかなと思って、なんで荷物結構軽量化できたっていうのはあります。電車まであと30分ぐらいあるんで、ちょっと久々にこのアイルの展望台でも登ってみようかな。なんかここで盛大になんかマーケットが開かれてますけど、なんかお菓子かなんかが多いのかな。16時のやつで行きます。
案の定やっぱ座れなさそう。なんか特急とかもいつか乗りたいんですよね。多分これ東京まで行けるんですよね。あ、品川って書いてあった。いいな。陸前落合に停まります。よし、蔵王駅到着です。なんかですね、なんだっけ、往復切符買ったじゃないですか。あれがね、なんか なんだろうね、片道の切符だと、なんか仙台と蔵王、間違った、仙台からだと山形と蔵王同じ料金だったので、使えるのかなと思ってあれ出したら、あれはダメらしくて、追加料金190円ぐらい取られましたね。多分片道の切符だと山形と蔵王同じ値段だったんですけれども、やっぱりその割引が効くとちょっと値段の計算の仕方が変わるとか、ダブル切符はダメみたいでしたね。まあでもね、この時間の、電車で行くと山形駅で15分ぐらい乗り換えの時間があるんで、まあ、そこで追加の切符今度から買えばいいかなっていうようなことです。なんかちょっと友人が今日は結構残業があるみたいで、どっかふらついて待っててとか言われたんですけれども、これだけの雨降ってるとふらつく気にもならないですね。寒いし、結構どんぐらい、ああ普通にちゃんと降ってる。なんかこのね、蔵王駅のホーム降りた時はなんかパラパラ降ってきたんですけど、今普通に降ってきてしまいました。中は高校生に占領されてて入れません。こそこそ待ってきたかな。めっちゃ寒いんだけど、今6時15分だからもう30分ぐらい待ってますけど、いや寒いな。あ、そう、濃さ選べんだよ、それ。えらいな。最近だよ、それ。えらいね、この子。実は今日何も食ってないから、なんか食べたい。どうしよう。鮭わかめ。あ、キムさんだ、やべ。続いて、左方向です。あ、行くよ。おい。
さ、高速突入。雨えぐいな。そう、めっちゃ晴れてたじゃん。ね、俺雨降ると思わなかったんだけど。俺も俺電車降りたら雨降っててさ、ビビったんだよね。あのね、1時半ぐらいに遠くにめっちゃ雨雲っぽいのがあって、ああでもまさか来ねえよなと思ったのよ。マジか。そしたら現場途中雨降りやがってよ。え、予報あった？いや、わからん。え、雨降る天気じゃなかったよ、午前中。そう。で、あとおっせえ車ちんたらしてたり見ねえし。いや、うるせえワイパーだな。ただバトラー大きいからバトってね、なんかあれも方向転換って。いや、方向転換だ。あ、これだ。あ、あった福島県 ATS 信号。福島県入りました。やった。5時が明るかった頃に返してください。まだこっちの方がさ、道路見やすいんだけど、あの米沢川やばかったよな。いや、本当に終わってたよ、あれマジで。今のもうやばいよ、これ。本当にえぐいと。めっちゃ見やすい、こっちね。明かりがあるのとないのと全然話が違うわ。だからここも街灯なくてなかなか怖いな。まあまあまあ、ギリギリ。中間乗りました。帰ってきました、会津若松。もうなんか今日取れ高が絶望的だけど大丈夫かな。1週間ぶりの会津若松。何が映ってるかな。あー、会津だ。およそ200メートル先、右方向です。これが駅前ですよ。かそってますね。もう仙台と比べてみよう。本当だよ、上比べて比べるとこが違って。死ねぼけ、死ねぼけ、どれぼけ。はぁ、今一緒に行くよ。なんだかんだ分到着。あ、いいや。大量にウエハースをもらった。なめどり。あんま。おお、俺のわがポコの。わあ。ホモン寿司うますぎる。うわ、光る。さあ、閉店7分前に来たら何もない。1個だけ。半額。豆腐ステーキ50円。1週間ぶりの、あ、ライトが、ライトいらない。1週間ぶりの実家でございます。すごいですね、3週連続で帰ってきてるから。めっちゃいい頻度。あ、もうすでにクリスマスの、あの装飾がしてありますね。もう世間はクリスマスムード。今日はすごい。12時半。